なんか変だな。よいしょ。はい、ごきげんよう。中3の社会です。でね、まあ、久しぶりですな、これね。前回、人権の部分ということでね、まずその自由権というところをやってきたんですね。はい、それなんで、今日はその次で社会権というところをちょっと内容をね、少し詳しく見ていこうかなということになりますです。はい、で、その社会権についてはですね、大きく、はい、1、2、3、4、4つ、ね、大きく4つのですね、まあ、内容といいましょうか、ものがありまして、はい、まず最初、なんちゃら権ということでね、何権、社会権のうちのなんたら権ね。はい、じゃあ内容をよく見ると第25条憲法です。25条で生活保護などなんていうのがあるのね。はい、ですので、はい、こいつはですね、一つ、はい、生存権というものなんですね。はい、あ、権が書いてある。はい、生存権というものですね。はい、生存権。はい、で、内容としてはその生活保護等々っていうことになっております。はい、次はですね、第26条いきまして、義務教育は無償。あら、ヒントになりそうですね。はい、何を受ける権利でしょうか。はい、これはね、教育を受ける権利なんだね。はい、教育を受ける権利ね。はい、ですから私たち義務教育ただですよね。はい、ですので、これはこの社会権のね、教育を受ける権利によってということでね、法律が定めてるからということになってくるわけなんです。はい、もう一つは何かっていうと、なんとかの権利ってありますですね。はい、これはですね、はい、何だと思います？まあ、ちょっとは特にこう書いてないのね。はい、勤労の権利なんですね。はい、勤労、働くということですね。働くっていう勤労ってさ、日本国憲法のその三大原則の中で、三大原則じゃなかった、国民の三大義務の中で、ね、勤労の義務っていうのがあったんですよね。はい、ですがその勤労っていうのは義務でもあり、はい、権利でもあるんだと、ね、いうことでございました。ね、はい、3つ目、勤労の権利です。はい、それからもう一つ、4つ目ね、例えばってことで、団結権、団体交渉権、団体行動権なんていうのがある、何権でしょうかね。ということで、はい、これがね、はい、どうやらっていうかね、労働、はい、基本権、労働基本権というものですね。で、労働基本権っていうのが、この内容として団結権、団体交渉権、団体行動権という3つの権利にね、分かれますので、労働三権なんていう言い方もあるんです。はい、ですから労働基本権と労働三権イコールね。はい、ですからもしね、その3つの権利があるからっていうことで、労働三権っていう方が覚えやすいぜっていうことであればね、労働三権っていうふうに覚えてもらえればいいわけだね。はい、その中身として団結権。うん。イメージとしてやっぱりこう団結するんだな。はい、ですから労働者が、はい、団結して、つまり労働組合なんかを作ることができる。そんな権利だ。はい、それから団体交渉権。ね、ですからそうまとまって、交渉する。ね、話し合いをしたりする。はい、それから団体行動権。はい、まとまって行動を起こす。つまり何かストライキを起こしたり。ね、そういったのも権利として認められているということだったんだね。ということでした。はい、ですので前回の自由権に続き社会権っていう中身をね、見てみました。さあ、そこで、まあ、憲法で25条だ26条だなんだけど、やっぱりこの中でもよく聞かれてくるのがこの憲法25条の内容です。はい、ちゅうことでここにあるんですよね。で、やはりこういったところね、穴埋めというんでしょうか、穴が抜かれましてですね、しっかり書けるようにってことなんだけれども、はい、その憲法第25条生存権です。全て国民は健康で、はい、健康で、はい、文化的な、はい、そして最低限度ね、最低限度の生活を営む権利を有するということですね。つまりその人間らしく生きる権利ということになります。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。はい、だから例えば生活保護とかっていうことになってね、こういった社会保障とかね、もうちょっと先で出てくるんだわな。はい、ですが、まあ、例えばさ、病気とかでさ、ね、仕事ができないとさ、お金稼げないわけじゃないですか。で、お金がなくてもね、
っぱり生きていかなきゃいけないわけよ。ってことで、やはりそういった健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、この生存権っていうのがね、ここで、まあ、認められてるというかね、定められてるということになってるんだということでございましたね。はい、ということで、今回統一テストはね、人権の部分がプラスされるんですね。ですから前回のね、ちょっと前の動画の中では自由権っていうところで見てみましたので、今日は社会権ということでございました。さあ、ではこんなところで本日終了でございます。ではまた。